先ほど1時49分ごろ最大震度4の地震がありました。震源地は千葉県南部で震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は震度4が千葉県北東部、千葉県北西部、千葉県南部、震度2が。 茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、東京都23区、神奈川県東部、神奈川県西部、震度1が、栃木県北部、東京都多摩東部、群馬県北部、群馬県南部、新潟県中越、山梨県中西部、山梨県東部、富士五湖、長野県中部、 静岡県伊豆静岡県東部となっています <music>